ホットキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ本日のお客様をご紹介します福島第一原発の事故発生から現在まで12年間で100回以上現場に足を運び取材をされていますフリーランスの報道記者でフォトグラファーの浦谷博光さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいようこそいらっしゃいましたありがとうございます、えー、今回のご本は福島第一原発事故 十年の現実というご本ですもともと新聞社の記者でいらして朝日新聞におりました、はい、<laughs> ね、記者でいらしてそこをお辞めになって、はい、おこれがきっかけなんですかそれともその前にお辞めになって、うん、あ,あの前に辞めておりましてそしてこの事故が起こって、はい、もう福島には百回以上、はい、100回以上は軽くいってると思いますね、うん、そうですか、ええ どうしてここまで福島に注目なさったんですか福島第一原発事故が起きた時にですね私は多分この 事件を取材するために記者になったんだろうと思ったような感じがしましてあの一種ののこれ戦戦ない戦争だと僕は思ってるんですねつまりその別にドンパチやそういう軍隊が発砲してるわけじゃないんですけれどもあの商店街が消え学校が消えですね人々がいなくなるわけですねその原発の周辺から。これは戦争に等しいんじゃないのかと僕思ってまして。 自分の国で戦争が起きているのに取材に行かない記者があるかと、うん、自分ではそのように思っております。はい、随分町住めない街が増えてますね。はい、ここは、はいえー。どのくらいの広さが、うこうちょっと頭でイメージできないんですけど、どのくらいの広さがもう。 大体直径40キロの半円ですから東京でしたら東京駅から八王子駅までが40キロなんですねそれを直径とする半円を描いていただきますとその半円の中が全部無人になってしまったんです。随分でかいですよ実は半径10キロですと現在人口の92%がいなくなりました。 あのう、避難で、避難先にも定住しちゃったんですね。何パーセント?。九十二パーセントいなくなりました。だから、八パーセントしかもう人がいない。原発事故前のっていうことですけれども。えっと、二十キロ圏まで広げても、だいたい八割いなくなりました。まあ、それだけ。住めなかったり。住んでも。インフラとか。 全部整備がま行き届いてなかったりそうですね,ですね買い物もできないし病院にも行けないというのが、うん、まあで、うん でその福島第一原発の周辺というのは、うんでまあ、政府はそれはそのお金を出してね、うん、スーパーを営業しなさいとかですね、うん、あの病院作りなさいとか言ってるんですけど、うん、あの戻ってくるのは大体高齢者の方なんですね、うん、でそういう方々はもう車の運転もしんどいと,、うんはい、という方はまあまあ救済できいないんですよ、うん、これは。うん 一緒に住んでいた親世代、孫世代、息子世代、孫世代ですよね子供が心配だから避難で移住しちゃったまま戻ってこないとだから家計がおじいさん、おばあさんの年金だけになっちゃうわけですねそうするとそもそも生活が成り立たないとで昨今、ガソリン代も値上がりしておりますでしょその中でどうやって暮らしていくのというのに訴訟が起きたりしてますね。 気持ちをしてわ私も74ですけども、はい、そじじいが住めようが住めまいが元の場所に戻りたいっていうのもよくわかるし若い人たちがどうなるかわからないこの地で生活できないから出ていこうっていう思いも十分に理解できだからそういう、ね、世代間の温度差っていうのは非常に激しくて、うんうん、そのために、ねうん、一家がこう引き裂かれるんですよね。はい 戻ってこいと俺は孫と一緒にいたいんだダメですとそこでですね孫と一緒にいたいおじいさんおばあさんとダメですうちの子はというですね嫁と対立が始まってですね離婚に至るとかですねああ本当そういうこと多いですよ私もたくさん取材しましたけれどもさて今回はえっと一番今問題になっているいわゆるいわゆる はい、処理水のことについてお話を伺いたいと思います。はいはい、えとまず、はい、こ,のこのことは、はい、あの世界で処理水が放出されたりしてますけど、はい、今度のこの件は、えー、世界で初めて。 そうですね放射性物質を含んだ、うん、まあこれはあの皆さんあの誤解が多くてですね <laughs>、はい、あのトリチウムを含んだ水だったら世界中で出してるからいいのだみたいなんですね暴論と言ってしまいましたけれども、うんはい、これは後で言いますけど、うん、そういうのはまあいっぱいありまして、うん、ただしその、うん、福島第一原発は。うんうん え燃料棒に触れた水をアルプスで処理したとはいえ,えそれを海に直接まあ流すと、はい、これ世界初ですねそうなってくるとこの世界で出している処理水とここの今度のいわゆる処理水と言われているものの違いはあるんですか、はいはい、明確に違違いますどこが違うんですかあのそれは えまあこういう事故を起こしていない普通に運転している原発のことは健全炉、うん。 あの原子炉のですね、って言うんですね。で、福島みたいなものは、まあ、事故炉って言うんですけれども。健全炉っていうのはですね、あの燃料棒に触れた、冷却水って言いますけれども。これは高い放射能を帯びておりますので。これはループの中をぐるぐる回っているだけで、絶対に外に出しません。で、これは最後は高レベル廃棄物として、あの、固体化して埋めてしまうんですね。で、じゃあ、なんで排水が出るのっていうと。 うん、熱交換器というものを使ってですね、はい、海水から別もう一つのループを作るんですよ、うんはい、でこれ2つの目のループがありまして、うん、この全く独立した2つの水のループの間を熱だけ移すんです、うん、で熱を海に捨てるんです、はい、でこれ温排水と申しますで世界の健全炉はこれでやっておりますねですからえ 一部トリチウムが入るんですけれども、えー、例えば福井市から検出されているセシウムとかストロンチウムとかで,ですねまあ普通は出てこないですねごく微量ですけれども普通の世界のやつは、うん、あの水を2つ使って冷やしてるって考えていいんですかつつ、うん、つは巡回するやつが1つと、 別に日、もう一つのルートで。そういうことです、ね。で、もう一つのルートのやつは、世界は。うん、それは流してると、うん。はい、流してますね。ええー。 あそこは今度福市は福はどうったんですか要するにこういう原子炉っていう本来密閉されてるはずのお釜がお釜というかまあアイアカンがありますでしょ燃料棒突っ込んでぐらぐら沸かしてたわけですいう。でその燃料棒がガバッとこうやって溶けて落ちちゃったわけですでそれが熱を放ってまたメルトダウンすると思うのであこれはいかんっていうのでじゃあ水をかけたわけですそしたらそれが溢れてきてあるいは下がそこが抜けてるのジャーッとか出てきたわけですねで これどうすんねんって話になったかですそれをアーラ不思議とアルプスというそのろ過装置、はい、これ実はあの冷蔵庫のキムコみたいなもんでして、はい、あの火星炭みたいなもんです、はい、吸着させるんですよ、はいはい、で、それを通すとアーラ不思議海に流しても大丈夫になるんですよと、はいはい、というのが日本政府及び東電の説明ですね、はい、つまりわかります核物質に触れた直接触れた水を 海に放出するっていうのは福一が最初ですね。うんうん、普通のあの世界の所持と、これはどこが違うんですか。な、な、な、内容物ですけども。内容物はね、あのー、あれですね、あのー、いわゆる、まあ。 えっとね、どう言えばいいのかな。二段階で説明しますとね、うん、トリチウムっていうのは健全炉でも出てくるんですよ。これは何でかっていうと、そのいかに海水真水でね。二、うん、つ目のループを独立させても、うん、原子炉で華々しくあれでしょ核分裂やってるでしょ、はい、多少はぶつかって、その水が、うん、あのトリチウムに変化するんですよね。うんはい、ところが、うん、福井市の場合は、はい、このトリチウム、通常のトリチウムにさらに。 サービスと言いますかさら、ねうん、に加えて、うんえー、そのか溶け落ちた核燃料から出ているストロンチウムセシウム、はいえー、要素、まあ、要素はもう消えてるかなその他さまざまなはっきり言って溶け落ちたあの燃料棒のことをデブリと申しますけれども、はい、デブリっていまだにね成分分析できてないんですよ。えー、できないんですよ。 何でかっていうと近づくと人間が死んでしまうような物質ですんで近づいて掘ることはできないんですねですからロボットでこうチュッ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 チュとか言って遠隔操作でロボット行ってカニの爪みたいにヒュッキュッキュッキュッてこう書くんですよでそのサンプルだけなんですよ分かってるのはラムにも満たないぐらいであの歯ブラシで書いたぐらいって言ってました とこころがののデブリだって880トンなんですよトンっていうのは大体ですね中規模の4階建てから5階建てのマンションと同じ重さです。それの表面を歯ブラシで変えたからそれどないやっちゅうねんって話で <laughs>。 ね、真んんん中の方ななかかか何があるか分かんないんですよねこのデブリがこれからどうなっていくかっていうのは分かってるんですか分かってないですかあだから今あれなんですよ<片>デブリをどうやって取り出すねんっていうので、うん、今あの実はあの原発が2 0キロのところにですね廃炉技術やねん遠隔操作 研究センターというのがございましてね私取材に行ったんですけどそのロボットを日々んかプレイステーションみたいにやってるんですよ。であのすごいですよ原子炉の実物大の模型とながありましてそこにね水中型ロボットとか入れてみんなでプレイステーションみたいにこうやってやってるんでするに それまで通路だった階段とかそのお踊り場とかが全て破壊されてるんですよだからそもそもロボットを動かしても燃料棒に近づく道がわからないこれアクセスマップっていうんですけどねアクセスマップが作れないんですよ。で12年経ってもいまだにアクセスマップ作ってます。あとそ,のそこに行くロボットが、はい 中の放射能で全部やられて動けなくなるとも聞いたんですけど。おっしゃる通りです。そういうこともある。おしあのね厳密に言いますとあの中の様子を見るのが目的ですから当然デジタルカメラとかビデオ積んでますでしょ。でそれを光ファイバーでデータを伝送あの送るんですけれどもそれがですね強いその放射線でデータに雑音が入るんですよ。それで再生できないとかですね場合によってはカメラのあの CCD っていうあのあれがありますでしょ。素子がありますでしょ。あれ そのものが放射能でぶっ壊れちゃうんですね。うん、だからその白飛びが入ったりとかですね、はい、あの画面が半分ないとかね。うんうん、そうまあ、そういう状態ですよね。あのー、今この国はあのー、海洋放出にたど、はいえー、り着きましたけど、スリーマイルっていうところで。はい 事故が起こった時には、はい、13年間住民と対話を重ねて重ねてそれで結論にたどり着いたという話ですよねそうなんですよね。えー で私あのスリーマイル島原発事故っていうのがこう福島のね参考になると思って2012年と13年だったかな現地2回取材に行ったんですよ。で当時そういうその話し合いとかに参加した人にもまあ話を聞いたんですけれどもあのこう電力会社とえエネルギー省だから連邦政府ですねこれと市民のえーシーズンアドバイザリーパネルと言いましてね。 ユーザー委員会みたいなやで、これ12人の市民代表がいるんですけど、はい、これ対等なんですよ。三、うんうん、者対等なんですよ。だ一人反対するとできなくなる。うん、で、そのね、すごいのはその市民アドバイザーの中に。うんうん 反原発運動家とか環境保護の運動家とか入ってるんですよねだからその人たちも入れて話し合うとで合意が取れるまで動かないとスリマイトはどういう結論に達したかというと汚染水は政府基準は満たすぐらい安全になったとやっぱアルプスみたいなものを使ったんですね。だけど 放水しないってこと、決、決めたんですよ。うん、で、これはなぜかというと。うん でそのの源があっていうのは実はあれ川の中洲にありましてね海じゃなくて川の真ん中なんですよ。で川の下流に取水源がありましてその取水源にしていた市がですね原発の会社を訴えたんですよ。でやめてくれとそんなことしたらうちはむちゃくちゃになると水の妙になるからやめてくれと止めたんですね。 で裁判所が、うんえー、仲裁に入ってですね、うんえー、電力会社は、えーえー、要するに、まあ、基準値を満たしたとしてもスルイマイル島由来の排水は一切、うん、一切川に流さないという約束を裁判所の下でやったんですよ。よ、うんはいうん だからこれ法定効力を持ってるんですね、はい、<laughs> あの日本ではそういう話し合いが全くなくてですね説明会というものは各地で開かれておるんですがこれは私も何回か見たんですけれどもこれは政府はこういうふうに決めましたのでご説明いたしますという会なんですね。うんうんうん 話し合うとかじゃなどうすると俺たち白紙だけどどうするっていう話し合いじゃなくて政府はこういうふうに決めてるんですと大体海洋放出自然観素と2つに1つですかねみたいな話していや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 あのんか関係者の理解なしには放出しないとか一んじゃないのとどうなのよみたいなことをけんけんごごゴーとやりあってみんな疲れたあもう疲れたっつって3時間ぐらい経つと帰るみたいな。 まあガス抜きみたいなことですよねあ,、うん、あれはね。マスリーマイルでは最後には自然蒸発処理というのが始まって、その方法で、えー、現在に至ってる。 そうですね。わけですね。はい。あのま自然蒸発厳密に言うとあのちょっとボイラーで熱を加えるんですけれども、あの普通に日本の気候だったらあのプールの水ってだんだん減っていくのご存知です。夏場とかあの水分が蒸発してくんですね。でそこに放射性物質のあのヘドロがたまあのだけが残っていくんですね。でその方法を取ったんですよ。というのはこれどういうことかというとその川に放流してしまうとそのいわゆる生態系 つまり環境という人間にとって全くまだ未知の部分が多いシステムの中に放射性物質という危険なものを放り込んでしまうわけですね、はい、でそれは放射性物質も危険なんだけれども、うん、もうそれがどういう形に変化するのかっていうのはまだ人間は分からないっていうことなんですよ。そ何十年とといいいうう時のの経過がななどどこにどうなっていくのか植物連鎖と、うん 最後そういうのがその頂点に立つのが人間だってことは分かってますけど食物連鎖っていうのはいい例なんですけれども例えばその海洋放出をしますとねちっちゃなプランクトンとかがその粒子を食べるとプランクトンはクラゲに食べられクラゲはタコに食べられタコはイワシに食われるとだん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 こういうのフードチェーン食物連鎖っていいますけどピラミッド型になってますね。 で上に行くほど、はい、たくさん食べますから、はい、放射能が濃縮していくわけ、はい、です。で、はい、これがね頂点にいるのはクジライルカセイウチオットセイとかそういう動物で、はい、さらににそのの上にいるのが人間なんですっきから伺ってますけどこれが福島の時には海洋放出をね決めたのがあの、はい、政府が。はい 判で、えー、と漁港漁民の人たちの、はいえー、との最初の約束もあったんですがその約束もちょっと保護にしながら放出が始まった。 実はね私それも疑問というかこれ政府の壮大な騙しのトリックだと思っておりましてこれ2015年にですね経済産業省がこういうこと言ってるんですね。ところがねこれよく読むと地元関係者の合意なしにはとは言ってないんですよ。 つまりね、理解と合意っていうのは全く別の言葉なんです。はい、そういうこと。そういうレトリックなんですよ。これね、法律用語に慣れた人間はすぐわかるんです。はい、<ぜ>合意。そう。<意>そう。 わなければと、そう合意だったら、合意採択したから、参与して判決を押すでしょ。うで例えば魚連のね、<ー>長がね、そう魚雷の,の長はあの合意しましたって記者会見する,するでしょ。理解っていうのはどこで理解したのか一線がないじゃないですか。だからね、どどうでも好きに解釈できるんですよ。いや。だから政府はね、2015年からずーっと と、うん、そのことは理解を得なければということを使い続けて、うん、合意がなければとは一言も言ってないんですこれにね誰も気が付いてないだから私これね、うん、壮大なねレトリックというかね官僚用語による騙しだよなと僕は思ってますなるほど,るほどねだからそういうふうな約束ができたんだその時そのお,おっしゃる通り合意なしにはと言わずに理解なしにはっていうこの文章ならこの文章なら大丈夫だったたたあの 放出したに耐えられるぞって、そうそういうことなの、放出したって別に大丈夫だろうって話なんですよ。そうですか。えーっとでもその後、うん、国はですね、こういうことのおに800億円も準備して、はいはい、この後を。 あの、うん、ちゃんと保証していきますよと言ってますね。はい言ってますね。はい言ってますけれども、うん、あの実はすでに漁業者に対する保証ってはなされてるんですよね。はい、実はでまああの当然ですけれども、うん、あの大日本あの原発事故によって 自分のなりわいを減らした人っていうのは、うん、その分東電が補償してるわけですね。はいはい、で例えば農業者とか、うん、あるいはその住めなくなった会社員とかですね、うん、そういう人たちに対して収入減った分、うんうん、2010年度の確定申告額でいくら減ったかで計算するんですねこれ。 すで、まあ、あの既にそういう補償が行われていましてこれから政府が投入するといっているあの800億円というのはです、ねうん、風評被害対策なんです風、ねね、風評被風評被被害害対対策策とかねってなんじゃらほいとか思ったら消費者が福島県産の魚だからちょっと怖いからやめとこうみたいな買い控えを起きるでしょ、うんはい、それが起きたら、うん、え漁業者にお金をあげます。 みたいなね、まあそういう話なんですよね。そうなんだ。なるほどね。だけどそこにはあれなんですよ。あの例えばあのここで名前出していいのかわかんないですけど、あのトキオがキャンペーンするとかですね。あのありましたでしょ。福島プライドってとあれあれなんですよ。ああれが風評被害対策なんですよあれ。 で東京の地下鉄乗ったらね、はい、あのなんか釣り広告に、福島エクストリームの旅とかで昨日の地下鉄見て、これはなんやろうなと思ったんですけど、はい、あれも風評被害対策予算なんですよ、あれ。ああ観光も観光客誘致も風評被害対策予算から出るんですよ、でそれを国がドバドバと使いますよっていう話なんです、はいまあ、国はそういうふうにやっていると、えー。最後の質問ですけども、はい メディアはこれをちゃんと報道してきたでしょうか。はい、あ全然ダメですね。あの私も朝日新聞の出身でございますので大変悲しい結論なんですけれども、うんうん、えっと検証する力がない。 その政府のさっき言ったそのまあ理解と合意が違うっていう話なんかもですね指摘しているメディアがいないんですよ調べてみたんですけれども俺も今聞いてそうかと思ったぐらいですからだけど納得されるでしょそうですねと思いましたけどねそういうことをねいや僕はあの2015年にあの経産省の「の理解なしには」っていう文言を聞いた時に当然メディアはこれは批判するだろうと思ったんですよ。 で漁業,漁業者たちに警告するだろうと、うんはい、誰もやらないんですよね、うん、誰もやってないそうです、ね、だから、うん、私はちょっとそこがね、うん、怖いつまりその、うん、政府を監視するウォッチドッグがいないんですよ、うん、僕らの国って、うん、で皆さんが初めて知ったっていうのはそういうことですよね、うん、まあそういうことでそれじゃあメディアはこれからですけども。うん どう対処していくんですかね、うん、あの今、新聞はですね部数を減らしておりますので朝日新聞なんか400万部切るとか言われておりましてですねおそらくどんどん広告が欲しいとそうすると先ほど言いました風評被害対策の広告なんかすげえ欲しいだろうなと思うんですねですからますます僕は政府兼福島県寄りになっていくというふうに予想しております、うん。うん なんか暗い話ばっかりでもそれだけ現状のあんまりね、うん、ポジティブな話がないんですよね。うんはいえー、あとはねちょっと残したのはアルプスっていう会社がね、はい、どういう会社で、うん、それがどういう判断を下して、はい、それを日本政府がどういうふうに使っているかみたいなこともちょっと聞きそびれたんですけども、はい、まあ大体まあ問題点が。 分かってまいりました。またご本人もあの詳しくお書きいただいてますのでそちらのご説明ごはい告知お願いします。また読んでください。はい。ありがとうございます。はした。告知をちょっとさせていただきます。宇賀屋さんは現在 YouTube で福島第一原発事故に関する動画を継続的に公開されています。事故で被害に遭った方々へのロングインタビューナロングインタビューなど他では見ることができない貴重なものばかりです。また宇賀屋さんがお書きになったブック レットが近々発売されます。はいうん、タイトルはアルプス水。海洋排水に関する十二の嘘。はい、お値段は千円程度で問題点がわかりやすく解説されています、はいうんうん。こちらもぜひチェックしてください。はい、では大竹メンディッシュゲストは宇賀谷博道さんでした、はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。うしたどうもありがとうございました。